石原君、浦島太郎のように18年ぶりに国会に戻ってまいりました暴走老人の石原であります。私はこの名称を非常に気に入ってましてね、自ら愛称してるんですけどね、せっかくの名付け親の田中真紀夫さんが落選されて彼女の答えに言うと老婆の休日だそうでありますが、困ってうまいなと思って大変残念でありますけども、これからいたします質問はですね、質問でもありますね、言ってみればこの年になった私のね、国民の皆さんへの遺言のつもりでもありますが、私がこの年になってね、この挙に出た一番強い遺言は実は、昨年の10月頃ですか、靖国神社でお聞きした、90を越されたある戦争未亡人の作った歌なんです。この方はね、20歳前後で結婚されて、で子供さんも設けられた。しかしご主人はすぐね戦死をされ、そのお子さんもおそらくお父さんの顔見てないんでしょうがね、その後連れ合いの両親の面倒を見て子供も結婚し、おそらく孫もできひ孫もできたかもしれませんが、その方がですね、90越して今の日本を眺めてこういう歌を作られた。かくまでも醜く国になりたれば、捧げし人のただに惜しまる。これ私ね、本当に強い共感を持ってこの歌を聞いたんですが、国民の多くはね、残念ながら外国に走っている。去年ですか、おととしですか、東京に探していくつか事例があったようですけども、東京の場合にはね、40年前に亡くなったお父さんをですね、葬式もせずに隠してミイラにして、しかも数十年間その年金を詐取してた。このケースがあちこち頻発してね、政府はね、どいつもいかしませんが、その数公表しませんでしたが、こういう外国が反乱している、しかもその政治家はですね、それに媚びてね、ポピュリズムに走っている。こういったですね、その国成さんを外国が眺めて軽蔑し、もはや恨みもそのようなことなくて、先生とにかく日本そのものが侮蔑の対象になって、好きなことされて好きなこと言われてる。中続くですね、北朝鮮にはね、武将も含めて数十人、いや200人近いですか、人がですね拉致されて、中には殺されて、これを取り戻すことができない。こういったね、国の実態を眺めて、この戦争未亡人がですね、あの戦のために死んだ自分のご主人というものを、自分の精神を想起しながら、とにかくただに惜しむという心情に吐露されたのは、私は運命なるかという気がしてならないんですがね。で、さてね、総理がその総裁選に出られる前ですね、ある人の中で一晩会食いたしましたが、その時私いろんなことをあなたにお聞きして確かめました。非常にその心強いですね、思いをして期待しておりました。でまずですね、この国をですね、今日の混乱、あるいは大敗にですね導いた一つ大きな大きな原因である現行の憲法についてですね、お聞きしたいと思いますけれども、人間の社会に存在するですね、いろいろな規範というものは結局は、人工的なものあるでしょうけど、あるいはですね、人間の歴史というものの原理というものはこれを規制してそれにのっとっていると思いますね。でこの戦争の勝利者がね、敗戦国を統治するために強引に作った即成の、基本法というものが、国に敗れ統治された国が独立した後ですね、数千にあたって存続しているという事例を私は歴史の中で見たことがない。でもしですね、このちなみに日本という独立国のね、主権者である、つまり最高指導者の総理大臣がこの歴史の原理にのっとって勝って勝者が作って一方的に打ち付けた憲法というものを認めないと、これは廃棄するということをですね宣言したときに、これを阻む法律的原理は果たしてあるんでしょうかね。そういうものを含めてね、あなたが今の日本の憲法について、いかにお考えかお聞きしたい。安倍内閣総理大臣。確かに今、石原先生がおっしゃったように、
現行憲法は昭和21年に日本がまだ占領時代にある中においてマッカーサー試案が作られ、そしてマッカーサー試案が毎日新聞によってこれスクープをされるわけでありますが、このスクープを見たマッカーサーが怒り狂い、もうこれは日本に任せておくわけにはいかないということで、ホイットニーに命じて、そしてホイットニーが2月の4日に民政局の次長であるケイディスに命じて、2月の4日だったんですが、2月の12日までに作れと言って、ほぼ8日間、1週間ちょっとで作り上げた、それが現憲法の原案であったわけでございますが、それが現在の現行憲法の元であると、このように認識をしております。石原慎太郎君。ですからね、その憲法をね、もし今の日本の最高指導者であなたがですね、これを廃棄すると言われた、仮に言われたときにですね、これをですね、法的に阻害するその根拠っては実際ないんですよ、どこにもね。で、それに加えてですね、最近北朝鮮はですね、いよいよ核の開発に着して、その地震も起こして、それが検証されましたが、このかつて自民党の、ね、政調会長でしたかしていた、私の盟友だった中川一郎の息子さんの中川翔一君が、日本もそろそろ核のシミュレーションぐらいしたらいいんじゃないかと言ったらですね、慌ててあの時のアメリカの政権の国務長官ですか、ライスが、ね、飛んできて、ね、これ揶揄したという実際、事実がありました。しかしね、こういった、ね、非常に厄介な状況というのが日本の前でこうどんどん進展している中で、私たちはね、憲法のね、破棄なり改正というものを含めてですね、この国をね、もっと自分自身で守る、守りきるという、守りきるという基本的な法的な体制というのを作る必要があるんじゃないかと思う。日本人がなぜか非常に好きな、ね、トインビーの歴史の研究という本の中に、有名な文句がありますけれども、いかなる大国も衰亡し、滅亡もすると。しかし、その国が衰弱する要因はいくつもあってですね、これはね、自覚できる。そしてその対処もですね、できる科学的なものだ。ただ一番厄介な、ね、大国の衰亡あるいは滅亡につながる要因が何かというと、自分で自分のことを決められなかった国はね、これは速やかに滅びる。言って、国の防衛をですね、傭兵に任せたローマ帝国の滅亡を挙げてますけども、私はね、これをね、総理はじめね、国会議員、国民の皆さんにね、思い直してもらいたい。ちょっとみんな痛くなるかもしれませんね。今では神格されているね、そのかつての名総理だった吉田茂総理、このね、側近中の側近中であったね、白洲二郎さんから私、面白いこと聞きました。私は割と年早くですね、世間に出れたもんですから、当時は分断というのがありましてね、その分断の催し物、ゴルフの会などで、小林秀夫さんと非常に仲良かったので、白洲次郎の奥さんの雅子さんの縁でね、白洲さんも出てこられて、一緒にプレーをしながらいろんな話をしましたが、白洲さんがね、吉田の親父立派だったと、しかし一つ大きな間違いしたと、それはね、サンフランシスコ条約が締結されたときに、なんであの憲法をですね、廃棄しなかったのか、こう言ってましたな。私ね、それを今になってね、思い起こすんですよ。麻生さんも副総理として大事なポジションにいらっしゃるけどね、これ一緒にね、あなたね、安倍さんと一緒にこの問題について考えてもらいたい。ちなみにね、面白いお話しますとね、私の盟友というか、非常に親しい友人だった村松郷という文学者がいました。これは亡き三島由紀夫さんとの共通の親友でしたけども、彼がトロントのカナダの大学にね、交換教授に行って帰ってくる途中に、ニューヨークによって、ニューヨークタイムズがね、日本と、ね、ドイツが降伏したその日の、ね、エディトリアル、社説をですね、コピーして持ってきてくれた。要するに読みました。非常に対照的で面白かったのはね、ドイツについてはね、日本に数ヶ月前に降伏したドイツについては、この国はですね、民族が非常に優秀だけど、ナチによって道を間違った。我々はね、彼らがね、速やかに立派な国を作るため、あらゆる手だとこうして協力しよう、書いてある。日本の場合にはね、ちょっと違う。大きなね、
ものすごく大きなナマズの化け物みたいな怪物がひっくり返っていて、その大きなアングルがいた口の中にヘルメットをかぶった GI アメリカ兵が何人か入ってですね、やっとここで牙を抜いてる。そしてその論説にね、この化け物は倒れをした、この醜く、危険な化け物は倒れをしたがまだ生きてる、我々はね、世界のためにアメリカ自身のために徹底してこの化け物をね、解体しなくちゃいけないということでね、とにかくあの憲法というのは出来上がったんですな。私たちこれやっぱり明記する必要があると思う。このね、2つの論説と違いの根底になるのははっきり申しますけども、近世というものを支配してきたね、これあの白人のですね、エゴイズムといいましょうかね、人種差別によるですね、非常に大きな偏見だと思いますね。あの日本人が割と好きなトインビーはね、日本のね、その近代化っていうのは世界の歴史の中の奇跡だ、バカなこと言った、これは日本人これ喜んだ。しかしね、これはね、何をもっとするかというと、トインビーのね、日本の近世ってものに対する不認識というか無知に他ならない。江戸というね、成熟した期間があったからこそ日本の近代化唯一有色人種ができたんでありましてね、江戸の時代に何が起こったったらね、私は苦手だった高等数学の一つの微分積分というのは関隆和という人が江戸で発明した。私の文献を読みましたらね、三要数字じゃない漢字で書いたら非常に読みにくいんですが、それから50年遅れてドイツのね、ライプニッツがね、微分積分を考えた。さらにニュートンがそれで30年遅れて、つまり積に比べ80年も遅れてとにかく微分積分を考えた。経済でいうとね、中小経済、先物買いとかね、デリバティブとか為替なんてものを考えたらイギリス人とまでとんでもない、はるかに先にですね、江戸の堂島の要するに商人がですね、とにかくこういう中小経済で始めた。そういったね、とにかくなんて言うんでしょうかね、日本の近世の成熟っていうものを、まあトイビーも知らなかった、外国人も知らずにですね、有色人種の日本人がですね、列強に対比できる近代国家を作ったとは、まあ、白人の森からさ、いまいましくて許せないことなんでしょうな。そういうね、認識にとってね、ニューヨークタイムズの論説はね、日本とドイツの幸福をね、比較しているわけですよ。これはね、私から言わせると、本当に少子千万年、戦術至極の話でありますけど、まあ、そういうその流れの中でね、日本の憲法ができた。この憲法ね、議員の職も制読した人いるんでしょうかな、憲法って言うけど、あの全文の醜さ、何ですか、一体。ね。例えばね、ここにこの憲法をね、確定する。日本語で言えば普通ね、法律を決めるってのは制定ですよ。それからね、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、恐怖と欠乏から免れ、ちょっとおかしな日本語だね。これはね、女子の上等から言えばですね、これは恐怖と欠乏を免れなの。日本語の助手関東詞ってのは非常に大事でしてね、これ一つ間違うと全然その作品の印象、文章の印象も違ってくるんですけどね、これをね、全く無視した、この日本語の対応をなしてない、まあ、英文を訳とすれば70点もね、いかないようなね、こういう文章につづられた憲法が、実はいまだに、とにかく破棄も廃棄もされずに、まあ、非常にね、これが醸し出した、吉本流面の言葉じゃないけども、絶対平和というね、一種の共同幻想ってもので、日本をダメにしてきたの。どうか一つね、この総理ね、それを考えてね、この憲法でできるだけ早期に大幅に変えてね、日本人のものにしていただきたい、その点、私たちは挙げてるのいかがな協力もします。で、一つ伺いますけども、第一条のですね、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であると書いてありますが、この象徴の具体的意味とはどういうことなんでしょうかね、どう解釈されますか。安倍内閣総理大臣。象徴というのは、まあ、いわば、日本、国において、権力を持つ、存在ではなくて、まさに、日本の長き歴史と伝統として、そして文化と日本国民を象徴する存在であるというふうに私は理解をしております。委員長。石原慎太郎君。大まかまさに正しいと思いますね。これはね、決してね、
政治的な、ね、権力権威というものの象徴じゃないの。でね、もっと具体的に言いますとね、天皇はね、現今の、ね、世界の中で唯一のプリストキングですね。プリストキングという意味はですね、神道というね、まあ、これは果たして宗教とか分かりませんけど、神道の、ね、大司祭なんでね、この神道はね、私は決してね、普通の宗教と違うと思いますよ。これはね、言ってみると、カントが言ったね、理性を超えたね、人間の、ね、非常に崇高な属性、まあ、感性というか、情念と言いましょうかね、そういったもののね、とにかく結晶でありまして、神道というのはね。ですからね、カトリック教徒の熱心なカトリック教徒の宗内子さんが、伊勢神宮に行ってですね、まざまざこれが日本だということを自覚したと、エッセイに書いてあるんですよ。私も付き合って何日か同行したことありますけれども、日本にやってきたアンドレ・マルローがね、あの三重県のですか、那智の新宮に行ったときにね、あの鳥を食うってから、ちょっと待ってくれって、バックするんですな。それでね、なるほど、この宮の神体は、あの滝だなって言ってね、鳥の中に滝を収めてね、感心する。そう、つまりなんか人間のね、国境を超えた感性っていうものが、要するに神道って形で結晶してるわけでね、私はね、その神道の大祭司である天皇は、そういう意味での、つまり日本のですね、感性、それがもたらした文化っていうものの象徴であってね、決して政治の象徴じゃないんです、と思いますね。で、それに付随したことでありますけども、総理は今年、靖国神社に参拝されますか、されませんか。私はしてもしなくていいと思ってるんだけど。安倍内閣総理大臣。靖国参拝について、私は、いたずらに、外交的、政治的問題にしようと、は思っておりません。ですから、私が、靖国神社に参拝する、しないということについては申し上げないということにしております。一方、国のリーダーがその国のために命を懸けた英霊に対して、尊崇の念を表する、これは当然のことであろうと、そのようにも思っております。委員長、石原慎太郎君。なかなか、ね、聞いててよくわからないな、分かるような難しいお答えですけど、私に行かなくていいと思いますよ。これはね、あなたが行くのは結局それは政治問題になる。ならばその代わりにね、国民を代表してあなたがね、一つのことをお願いしてもらえる。それはね、ぜひ国民を代表した総理大臣としてね、今年はですね、天皇陛下に靖国神社に参拝していきたい。これはね、決して政治的行為じゃありませんよ。文化的行為だと。宗教的な問題でもない。さっき言ったみたいにね、神道というね、人間の情念の結晶のね、そのつまり代表者である、象徴である天皇陛下がね、戦争で亡くなった人いたんでね、お参りされるってことは、これは最初当然のことで、これに、ね、意義を育てる国はないと思うし、天皇がそういう行動を取られることでね、あの戦争、肯定することも否定することもならない。あの戦争に対する評価について言えばですね、まあ、日本人は、ね、未だに、ね、あのなんか一方的にね、そのニュールンベルクと同じように、戦勝国が、ね、敗者をされただけのですね、あの東京裁判の主観に取られているようですけどね。しかしその後、マッカーサーはアメリカの議会で、今から考えてみたら、あの戦争はやっぱり日本にとって自衛の戦争だったと証言してるじゃないですか。私がね、若い頃ね、高崎辰夫さんの紹介で会うことができた、エジプトの2代目の大統領ナセルもね、それからその後しばらくして会ったインドネシアの、ね、スカルノ大統領もね、同じこと言いましたな。我々がね、独立を果たせたのは、世界第三次大戦に勝ったおかげだ。第三次世界って何ですかって聞いたら、独立戦争だ。それができたのは日本のおかげだ。私はね、その言葉は今でも重く受け止めてますしね、あれによって私はやっぱり世界が変わり、国連にですね、有色人種の国がそれを独立して一票を投じるような資格を得たんじゃないですか。ですからね、このね、靖国参拝が政治的に解釈されて、あの戦争っていうものね、価値観っていうものに、ね、引っかかってくるならね、これはとにかく、やめたり、やられる必要はない。その代わりですね、神道の祭司である天皇陛下に国民を代表してね、ぜひぜひとにかくその靖国に参拝していきたいということをね、あなたから一つ
成果に奏上してお願いしていただきたい。いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。陛下のご心配について私が云々する立場ではございません。しかし今石原大臣がおっしゃったようにですね、本来国のために命を捧げた人たちに対する敬意の表し方はですね、本来政治的なものではないわけであって、そしてジョージタウン大学のケビン・ドーク学部長、彼はカソリックでありますが、彼が論文に書いておりましたが、アメリカにおいて南軍もそして北軍の兵士も共に埋葬されている、そこにもし大統領が参拝をしたからといって、決してそれは南軍の例えば奴隷制度を維持するという考え方を賛成するものではなく、ただただ国のために命を懸けた人々に対する敬意の表明でしかない、そのように論文を書いていましたが、私もその通りだろうなと、こんなように思っております。